はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます、中央日報、韓国のですね、メディアです。これは昨日19日12時27分に出た記事でして、北朝鮮の高麗航空、日本風に読みますと高麗航空ですね、高麗航空ロウラジオストク行き路線3年半ぶり再開と。本文読みますと、新型コロナの影響で3年半ほど中断していた北朝鮮平壌ロシア沿海省ウラジオストック航空路線の運航が25日に再開される予定だ。スプートニク、インターファックス通信などが18日現地時間を報じした。報道によると、ウラジオストク国際空港の関係者はこの日、コロナのパンデミック以降では初めて25日と28日に、北朝鮮高麗航空所属の航空機の運航が予定されているとし、実際にフライトがあるだろうと述べた。ウラジオストクのロシア外務省代表部もこの日、高麗航空の平壌ウラジオストク路線の航空機が航空券価格を公示したと明らかにした。外務省代表部はウニャニャって書いてあるんですけど、まあいいんですけど、平壌とウラジオストクとおそらく500キロぐらいちゃうんかなと思うんですね。で、まあ、このニュースもそうなんですけども、先日ですね、ショイグというロシアのですね、国防大臣が平壌にやってきてですね、キム・ジョンウン君をですね、よいしょーとしまくってですね、ご機嫌を取りまくって、キム・ジョンウン君超ご機嫌だったというふうですね、ニュースが流れてきました。なぜわざわざロシアの国防大臣がですね、三男ブーをですね、よいしょしに行ったかというとですね、北朝鮮から武器が欲しいんですね。ほんでいいよという話になって、今北朝鮮にですね、ロシアの空軍機がやってきてですね、武器を積み込んで、それをこうロシアにどんどん送ってるらしいんですね。それでへーと思って、結構重たいもんあるわけなんですよ、ロケット砲とかね。そんなんで、実は北朝鮮とロシアって細い回廊があるんですけど、そこでつながってるんですよ、こう陸の国境があって、その国境をちょいと越えたその先100キロぐらいのところにウラジオストクがあるんですね。もうちょっと離れるかな、いやでもそんなもんですよ。で、ただね、そこもすごい山なんですね、山岳地帯で、その山の中をですね、縫うようにというか、山をこううにゃうにゃこう越えながら鉄道が通ってるという感じなわけですね。でその鉄道で運んだらええやんという話は、そういうと、で、ウラジオストクまで行ったらね、またそこからですね、わーっと鉄道で運びゃですね、約1週間でですね、ウクライナの国境ぐらいまで行くはずなんですよ。でも、あえてそれをですね、飛行機で、飛行機の方が早いことは早いですけど、ただ飛行機で運べる量を知れてますからね、その、大砲もありゃですね、弾薬は飛行機でも運べるでしょうけどね、なんでそんなわざわざ飛行機のあれをするんやろうと、ウラジオストクぐらい陸路で行け、陸路というか鉄道で運べええやんということなんですけど、実はですね、北朝鮮国内の鉄道ってね、ガタガタなんですよ。何がガタガタってね、鉄道って保線という線路をね、保つという保線をきっちりしていないと走れないんですね。というか、保線をきっちりしていないと脱線してしまうんですよ、汽車が。その保線がむちゃくちゃなんですね。だから、ただ平壌からですね、中朝国境の町まで行くのにですね、どう言いましょう、汽車で行くにはですね、特にこっちが右側の方だと3日も4日もかかったりするね。皆さん、愛の不時着というネットフリックスのドラマがあったのをご覧になった方多いと思うんですけど、あれはですね、軍事境界線あたりに駐屯する中尉さんの部隊、大尉の部隊か、とですね、平壌のそのお父ちゃんがいる平壌の間を
タイはよく車でピュピュッと行き来しますけど、一回だけですね、彼女を伴ってですね、鉄道でこう、平壌に行きかけた時に、よく線路が止まってですね、車で行ったら3時ぐらいのに、電車で行ったらなんで3日かかんねんって言って、生意気なですね、お姉ちゃんが文句言ってましたよね。あれ普通なんですよ。だから中朝国境と平壌行くのもですね、その結構時間かかって、時々危ないって止まるわけですよ。で線路補修しつつ走るわけですよ。なんやねんそれっていう世界でしょ。実は金正恩が北京に行く時もそうなんですよ。一番よく補選が効いてるんですけど、それでも時速20キロか30キロしか出せないと言われてます。だからですね、ましてや平壌あたりからですね、ロシアと北朝鮮の国境を鉄道で越えるってのは今はほぼ不可能なんですね。で、ほぼ列車走っていないはずです。で、コロナが始まったですね、2020年、3年半ぐらい前に、北朝鮮の国境を封鎖したんですね。で、中国から物が入ってこなくなったわけです。でそうすると平壌にある外国大使館は業務ができないわけですね。飛行機も飛んでいないし、要は満足な食事とかですね、それがなくなってしまうわけですよ。あらゆるものが入ってこないから、だからもう必要最小限1人か2人だけ残して、みんな 国外退去ということになったんですね。でロシアの外交官一家がですね、国外退去しようにも便がないわけですでどうしたかというと、朝ロ国境ですね、朝鮮とロシアの国境までなんとかバスでたどり着いて、そこから使われていない鉄道路線の上に手押しのトロッコをチャーターしてですね、自分たちを押しながらですね、国境の線路をウィーッとこう渡ったと。最後の1キロか2キロは自分たちでトロッコを押しながらですね、国境を渡ったという、最後橋を渡るところがあるんですけど、そこが動画になってます。探したら出てきますよ。というようなことをして国外脱出したというですね、ことがニュースになってました。つまりほぼ使っていないんですね。だから今もですね、北朝鮮からロシアにですね、武器を運ぶのにですね、その鉄道を修復してからなんていうといつになるかわからない修復できるかどうかわからん。だから車内からもう飛行機飛ばそうっていうわけですねなんというかね、あれですよ、北朝鮮のインフラってそんなもんなんですよ。これ80年前にね、日本が支配していた時の方がよっぽど整備は行き届いてると思います。まあ平壌の一部はね、日本時代よりはるかにこう新しくなってですね、便利になってるかもしれませんが、他のところはね、日本時代の方が多分便利だったんちゃうかなと。ちゃんと鉄道も走ってましたしね、便通り、ダイヤ通りですね、走ってましたから。もう後退してるんですよ。だから日本時代に比べて、あの国は、北朝鮮は、道路や鉄道をね、メンテナンスするってのはね、割合ね、簡単そうに見えて難しいんですよ。外国からね、うちお客さん来ると、私が慣れたまでですね、車で迎えに行ってですね、その後、いろんなとこ案内したりするんですけど、びっくりしますよ、ヨーロッパ人たちがですね、日本はなんて道路整備されてるんやと。要は剥がれてるとか凹んでるとかっていうとないわけですよ、日本の道路っていうのは。鉄道はご存知の通りダイヤ通りでしょもうそれだけでびっくりしますね。例えばソウルなんかは、僕もお隣さんのニュースいつも読むでしょ、時々見るんですけど、ちょっと裏通りまで行ったらもう道路がボコボコにへこたりする、へこんでたりくぼんでたりですね、整備されていなかったりして危なっかしかったりすると、地べたのレンガみたいな、なんていうんですか、地べたの舗装のこの石みたいなのがめくれ上がってて、危なっかしいって走れへんみたいなのがいっぱいあるみたいですね。そういうところにやっぱりね、国の国力というか、この行政の緻密さというか、そういうのが出てきますね。そういったところ点から言うて、今の北は本当にもう国家の手を成していないというか、最低限のインフラさえ整備されていない、だってと国内の主要路線ですよが鉄道走れないという状況なわけですよ。お前ら大丈夫かって世界ですね。だから主要な輸送手段は、朝鮮国内は車なんですよ。それもですね、道路がですね、こう主要道路しか走れないわけですねもうなんやねんそれという状態になっていまして、もう崩壊寸前と。
まあそんなんがね、もう10年も20年も続いてるわけですよ。まあそれでも崩壊しないから不思議なんですけどね。はい、ということでございまして、この中央日報のですね、ウラジオストック平壌、航空便通す前に鉄道通せと私は思うんですけど、その方がよっぽど現実的なんですけど、お金もかからへんしと。でもあの線路を元に復旧するのに莫大な金かかるんでしょうね。やったらちょっとぐらい高くても飛行機飛ばした方が楽やということでしょうかね。はい、このアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。